皆さんこんにちは、イナワーク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さてこの講座ではパワーポイントの基礎講座として動画を投稿してまいります。全部で大きく分けて5回、5日というよりは5回の講座に分けてまいります。ここにあるように1回目はプレゼントは何か、できること、テクニック、デザインについて解説をいたします。そして2回目はスライド作成の基本について、新規作成から文字、表、スマートアート、保存について、要はパワーポイントの基本を全部詰めて2回目でお送りします。ですので1回目から5回目までは同じボリュームではありません。操作に関しては2回目の講座をご覧いただくのがいいと思います。下にあるもっと見る概要欄をクリックしていただくと目次があります。目次をクリックしていただいて見たいところを繰り返し見ていただいてもいいと思います。またこの動画の一番下に帯がありますよね。少し切れ目があります。その切れ目のところからジャンプしていただいて動画を見ていただくといいと思います。そして3回目はパワーポイント独自のアニメーションの機能をご紹介します。4回目は画像、そして図形のテクニック。パワーポイントはスライドショーだけではありません。4回目では画像や図形のテクニックについて解説をいたします。そして最後は配布、そして共有について行ってまいります。ワードやエクセルにはないパワーポイント独自の機能をぜひここでマスターしていただいて今後にお役立てください。ではまず1回目を行ってまいります。画面をご覧ください。チャプター1、この章ではパワーポイントプレゼンテーションとは何かというお話をしたいと思います。また全体の構成、注意点などのお話をしてまいります。プレゼンテーションとは何でしょう。皆さんがパワーポイントを作るときに何に注力をしますか。デザインのいいもの、もちろん大切ですね。見やすいこと、それも大切だと思います。ですがもう少し掘り下げて、パワーポイントを作るときに何をしてほしいか、ここに注力を注いで作るといいと思います。それは何かというと、プレゼンテーションの目的は行動をしてもらうことになります。例えば会社などの商品、自社の商品を相手にプレゼンするとしましょう。もちろん商品の細かな点などを説明します。そして同じ商品であっても、もちろんプレゼンはデザインのいいもの、見やすいものに注意して作るでしょう。ですがそれだけではあと一つ足りませんね。相手がその商品を見ていかに行動をするか、ここに注目をすることだと思います。行動をしてもらわなければ、いかにいい商品であっても、そしてデザインが良くても相手の心を打たないものであれば意味がありません。作る最初の時から一番最初に行動をしてもらうこと、商品であれば商品を買ってもらうまでに何が必要なのか、これを箇条書きに示しておくことが必要になります。どんなにいい商品を作ったとしても、最終的に行動してもらわないと意味がありませんよね。そのためには、商品であれば買っていただくためにどのようなことが必要なのかを箇条書きにするなりして、そして作っていくと良いと思います。パワーポイントは以前の動画でも一度お話をしましたが、いろいろなことができます。少しずつ解説をしてまいります。まずはスライドショー。今ここに絵があるように、多分これ会議室かなんかでしょうか。プロジェクターの前で商品の説明をしますね。一般的に皆さんがご存知のこのようにスライドショーを作るのにはパワーポイントはとてもおすすめになります。そして図形作成ソフトにもとても適しています。例えばこの左側に、皆さんの会社でも自社の印鑑を押したりするところがあるかと思います。よほどね、契約書などのもの以外であれば、このように見積書、請求書などに印鑑を押すところがあるでしょう。
承認印などの図形を作りたいときにはパワーポイントがとても適しています。こちらとこちらの印鑑のように端が少し切れていますよね。実際の印鑑というのはこのようになっていることは多いと思います。ただ四角や丸の中に名前を入れるのではワードやエクセルでも作れてしまいます。ところがこの2つの印鑑のように少し端が切れているように作りたいのであればパワーポイントしか作るものはありません。それ以外はイラストレーターなどの専用のアプリを使うことが必要になります。そしてパワーポイントは作ったものを動画1本にすることができます。このようにパワーポイントで作ったもの、自分を写したりしながら説明をしたものを動画1本にしてエクスポートをすることができます。こうすることで例えば自社の商品の動画を作ってその1本の動画をリピートさせて流しておくということもできますよね。そしてパワーポイントで作成したものを印刷することももちろん得意です。例えばこの左側にある年賀状ですね。皆さんは年賀状を作るときに何で作成されますか？はがきの専用アプリなどももちろん最初からインストールされている場合もありますよね。ですが次のパソコンになったときにそのアプリに依存をしているともし入っていなかったらちょっと困りますよね。そんな場合でも、ワード、エクセル、パワーポイントを使うことで、ワードの差し込み、そして住所録はエクセルなどのように作成しておくことで、パソコンが変わっても、オフィスが入っていればずっと使うことができます。そして文面、ワードで作られる方は多いと思いますが、実はチャンネルでもよくご紹介しているマイクロソフト公式テンプレートサイト、楽しもうオフィスでは年賀状で検索をするとほとんどのものがパワーポイントで作られているものになります。と思う方もいらっしゃいますね。なぜならばパワーポイントというのは別名で言うとプレゼンソフトなんて言いますよね。プレゼントをするアプリになりますから年賀状も人に送るものになりますよね。なので年賀状を作成するのであればワードでもいいけれどもう一つ適しているものとしてパワーポイントが挙げられます。そして右側にあるようにスライドショーでプロジェクターなどで放映したものを持ち帰っていただくための資料として印刷をしてお渡しをする、こんなこともパワーポイントではこのように一枚一枚のスライドに対して右側に罫線が引いてあり、自動的に引いて、そしてそこにメモ書きができるように配布資料として作成することが簡単にできます。ワードで資料を作った場合には、このようにはいきませんよね。また別にこの罫線を引いたページを作成する必要があります。パワーポイントではそのような手間が省けます。そしてこのチャンネルでもご紹介しています字幕という機能があります。例えば今感染症の問題で非接触の時代になりました。このように相手の受付の方がマスクをして、そしてこの間にね今いろいろなものが置かれてしまいます。すると音も聞こえづらい、マスクをしていて口読みもできないなんということが起きていますよね。もともと難聴の方にとってはとても大変な時代になったんですね。このような場合にパワーポイントでは字幕という機能を使うことでお話ししたことを音としてではなく文字として字幕表示することができます。この機能を使うには常に字幕を使用するにチェックを入れるだけで喋った言葉を字幕として表すことができます。なのでこの受付のお姉さんの場合はパソコンを見えないところに置いておいてマイクを自分の前に置いて、そしてモニターの部分だけを相手側に見せてあげます。つまりまあイメージとしてはこんな感じになりますね。パソコンになりますがモニターさえ相手側お客様側に見せておけば話した言葉をこのように字幕として表すことができます。この字幕の素晴らしいところは日本語だけではないということになります。
いろいろな言語が用意されているので、もし外国の方がお見えになった場合でも、その言葉に訳して表示することができます。パワーポイントにはビデオといって、無料でたくさんのビデオ素材が用意されています。このようなものを使うことで、いろいろなシーンに役立てていただけるのではないでしょうか。まずは本番までの流れをつかんでいきましょう。まず内容を決めます。この内容の時点でアウトライン全体の構成など下書き、いきなり作らずに下書きをおすすめします。スライド作成をしていきますが、この段階までに画像や資料の用意をしておきます。そしてリハーサル、本番という流れになります。一番最初の内容を決めてスライド作成に取り掛かる前のアウトラインを決めるところ、ここが非常に重要になります。そして画像や資料の用意、もしもお手元に資料がない場合には、PowerPoint には新しいバージョンに無料で使えるアイコン、そしてビデオ、画像、図形などが豊富に用意されています。そちらを使いましょう。ではここからプレゼン資料を作る時の注意点をお話ししたいと思います。デザイン、そしてテキスト、画像などいろいろお話をしてまいりたいと思います。まずはテキストから。ここまで極端ではありませんが、先日もパワーポイントの受講を行っている時に、子どもたち、高校生なんですが、その子どもたちが、先生はずっとパワポの資料をただ棒読みをしているので、この内容は目で追えば先生の言うことはわかるよ。そんなプレゼンをしている先生がいるとおっしゃっていました。ここまで文字が多いのは極端ですが、文字量を多くしても人はそんなに見ません。あくまでもテキストは箇条書きにしておくと良いでしょう。例えばこの文章、これを要約したものを箇条書きにするとこのようになります。これで先生は発表したらよかったんですよね。ビデオとはこういうものですよと口頭で説明してあげる。子どもたちには箇条書きを見せてあげて、先生はそれを見ながら解説をする。この2つの相乗効果でプレゼンテーションが成り立っていきます。本当にあだのこうだの書いておく必要はありません。そしてさらに分かりやすくするとしたらば、図形などを用いることで、このように今の資料を変えることができます。絵が入って、そして今のように文字、箇条書きだけではないので、さらに分かりやすく相手に伝わる説明をすることができるようになります。あくまでもプレゼンというのは、自分が説明をするために、それをさらに相手に分かりやすくするために、絵、画像などを用いていきます。次に姿勢について考えましょう。ここにあるように、左から右へ視点は送られていきます。日本人や中国などの場合は縦文字で漢字ということもありますが、そうでない限りは左から右へ視線を送るように作っていきます。それ以外には今のものをこのように時計回りで視線を送るように作る、このようにすることもおすすめします。そして次にレイアウト、そして配色について解説を行います。まず一つ目はデザインアイデアというものがあります。たまにね、ちょっとこれ余計だなというものはあるんですが、素人さんが作るにはデザインアイデアという機能を使うことで洗練されたデザインを作ることができます。そして色は少なめ。色に関しても同じトーンを用いることでデザイン性が良くなりますが、やはり素人にはデザインの勉強、色の勉強をすることはないので難しいということはありますよね。色にはたくさんの色があって、どれとどれの色が合うなんていうことは私たちにはちょっと難しい話になります。それをサポートするためにパワーポイントでは様々な機能が用意されています。ではそちらを少し解説してまいりますね。操作の手順などはこの後のチャプター2で解説をしますので、あくまでもデザインを見ていただくという観点でお願いします。今、デザインでこのピンクの三角が重なっている図形、このテンプレートを選びました。
ここに私たちはよく写真などを入れますよね。では写真を挿入します。写真は四角いですよね。この写真が入った瞬間、私たちはこの写真を移動してみたり、周りをカットしてみたり、作業を行いますよね。ですが、見てわかるように、絵を1枚配置すると、この右側にデザインアイデアというものが表示されてきます。わかりますか？クリックをすると、こんな感じで配置をしてくれました。私たちこのようなデザインするにはかなり時間がかかりますよね。他にもいろいろなこんなアングルだったり、このようなアングルだったり、ちょっとだけ欠けているだけですが、これを作成するにはとても初心者には手間がかかります。他にも見てみましょう。こんな感じだったり、長い髪の女性が少し透けて見えるのがわかりますよね。ここにタイトルを入れて1枚スライドを作ることもできます。今回はサブタイトルは消します。はい。するとどんどんこのようにデザインアイデアが表示されてきました。では色合いも考えてみましょう。このバリエーションに関してもこの4つだけでは実はなくて、このバリエーションの下には配色などを変更することができます。例えばピンクは嫌だな、ちょっと違う色にしたいと思ったら、ここにある4つだけではなく、配色カラー、ここ分かりますか？青系、緑系、黄色系、黄色系でもいろいろあるのが分かりますね。そして赤系、これは茶っぽいですかね。赤系でもこのようにたくさんの色合いが用意されています。今回は私は紫にしたいと思います。紫をクリックします。するとこのようになりました。この作業をするのに自分で一つ一つ三角の絵を入れたり、写真をぼかしたりするいくつもの工程を得ないといけないというのは手間と時間がかかりすぎます。このようにパワーポイントではデザインアイデアをうまく使うことで洗練されたデザインのプレゼンテーションを作ることができます。そして最後にフォントについてお話をしたいと思います。フォント、文字が持つ雰囲気というのはとても重要になります。一概にこのフォントが良くてこれは良くないということは言えませんが、一般的にプロジェクターなどで映し出す場合にはゴシック系をおすすめします。また人気のあるフォントとして今回メイリオでご紹介します。メイリオは日本語で、そしてここにある2022という数値に関しては上のフォントはカリビリを使っています。それに対して下のフォントはメイリオにセゴエ UI を使っています。2022の部分、こちらを比較してみましょう。上のカリビリの方は少し小さめになっているのがわかりますか？フォントサイズはすべて同じになります。なのにセゴエ UI の場合は同じ大きさを保っているのに対し、上のフォントの場合少し小さいですよね。このように日本語とそれから英数字を組み合わせるということは私たちはよく行います。この場合にはセゴエ UI フォントをお使いになることをお勧めします。そして日本語フォントに特化したものといえばこちらになります。よく年賀状などで人気がある有沢。このフォントに関してはスライドショーにはあまりおすすめできませんね。2022の数字になるところちょっと違和感ありますよね。年賀はがきなどには適していますが、このような場合にはおすすめできません。対して下の UD デジタル教科書体、これ教科書体というぐらいですから学校の先生などが好んでよく使います。これはこの止めや払いなどに対してとてもきれいに表現されたフォントになります。割と太字でもありますので、このようにスライドショーにも適したフォントになります。チャプター1、これで終わりにしたいと思います。まとめを行います。
プレゼンテーションに必要なとても大事なことをお話ししました。スライドショー以外にもチラシなどを作成するような図形ソフトでもあります。そしてビデオ作成もできましたね。新しいバージョンではビデオ以外の素材などをたくさん無料で配布していますので、それを使うのも手ですね。注意点としてはまずテキストを豊富にあまり使わないこと、箇条書きにすること、そしてさらに図形など例えばスマートアートなどを用いて分かりやすく作ることができます。そしてフォント、ゴシック系がおすすめですが、その他日本語に特化した UD デジタル教科書体などもおすすめになります。汎用性のことも考えて、自分のパソコンだけではなくそのスライドショーをどこか違うところでプレゼンをすることもあるでしょう。その場合にはそのパソコンがそのフォントを持っているかということも大事になります。互換性、汎用性のことも考えて作られるといいと思います。そしてレイアウトに関してはデザインアイデアという機能がありましたね。配色などもテーマに沿って作ると、私たちのように初心者でも美しいプレゼンテーションを作ることができます。例えば写真などをいくつか配布する場合には、その解説なども写真と塊を作って、余白なども意識するといいと思います。では次、チャプター2に関しては操作全体を行ってまいります。パワーポイント基礎講座チャプター2を行います。この章ではパワーポイントスライドショーの作り方、新規作成から保存まで通してやってまいります。では画面の方をご覧ください。パワーポイントの起動を行います。スタートボタンをクリックします。このメニューの中に、私の場合はここにパワーポイントがありました。もしない場合はこの丸の下ですね、こちらをスクロールしていただくとここにある可能性があります。ここにもないのであれば、すべてのアプリ、こちらからパワーポイントですから P になりますね。頭文字から検索をする場合はこのシャープをクリックして、そして P、 こちらをクリックします。するとパワーポイントがありました。ではこちらを押して起動します。パワーポイントの最初の画面、ホーム画面に推移しました。この画面はワードもエクセルもパワーポイントもすべて同じ構成になります。左側にはホーム、そして新規開く、そしてこの下にはアカウントフィードバックオプションがあります。今ホームを開いているんですが、この下の新規、こちらはこの新規作成の一覧テンプレート集、このその他のテーマをクリックすると、この新規に推移されてテンプレートの新規一覧から選ぶことができるようになります。そしてこの下には開くの一覧があります。今回は新規作成テンプレートを確認していきたいので、新規をクリックして、そしてこのテンプレートを見てみたいと思います。白紙の新規から作成してもいいですが、こんなにたくさんのテンプレートが用意されています。ここにない場合にはプレゼンテーション、はい、スクロールをするとかなりたくさんありますね。まだまだあります。戻る、テーマ、はい、ここにもたくさんのものがあります。戻る、このようにして教育、グラフ、図、ビジネス、インフォグラフィックのようにクリックをしてカテゴリーから探してもいいし、自分でここに文字列を入れても構いません。今回はダミーでイナワク TV のキャンペーンを行うとして、そのプレゼンテーションを作っていきたいと思います。教育系になりますので、教育をクリックしてみますね。するとこのように教育カテゴリーの中のプレゼンテーションがこのように表示されてきました。では私は今回はこちら虹のプレゼンテーション、こちらを使って作成していきたいと思います。虹のプレゼンテーションをクリックします。
するとこのような画面になりました。確認をして、よければこれで作成をクリックします。するとこのようにスライドが 1,2,3,4,5,6 まだたくさん13までのスライドが用意されているのがわかります。ちょっとクリックして確認しますね。タイトルとコンテンツのレイアウト、そして2段組のレイアウト、スマートアートを利用した時の2段組のレイアウト、キャプションレイアウト付きの図、要は写真を入れて、そして何かキャプションを入れる時のレイアウトになります。まだこのようにたくさんのものが用意されています。何もないものもありますね。ではまず一番最初に名前をつけて保存をしていきたいと思います。ファイルから名前をつけて保存。場所は今回は分かりやすくデスクトップに保存をしてまいります。稲枠 TV キャンペーンのご案内としたいと思います。保存をクリックします。ここで少し操作がしやすいように設定を変えてみたいと思います。まずファイルに戻ります。ファイルをクリックしてこちらになります。今保存したデスクトップのもの、こちらをよく使うのであればピン止めにすることができます。このピン止めのマークをクリックすると、はい、このピン止めというタブのところをクリックすると、このようにいつでもこの後このイナック TV のキャンペーンのご案内、こちらを止めておくことができます。では画面を戻します。この状態で、ここに一番上ですね、これは PowerPoint に関わらず、Word、Excel、PowerPoint すべての機能で、デフォルトで新しく Office を入れると、クイックアクセスツールバーが消えてしまいます。この戻るボタンなど便利な機能がありますので、今回こちらにクイックアクセスを表示させたいと思います。その場合はこのリボンの右側、こちらですね。この空いているところで右クリックをします。するとクイックアクセスツールバーを表示する。今非表示なので表示するになっています。こちらをクリックすると、こちらがクイックアクセスツールバーになります。これいつもこの上に上部にここ空いていますから、ここに表示させたいと思います。その場合は、このクイックアクセスツールバーの上で、また右クリックをして、そしてクイックアクセスツールバーをリボンの上に表示。こちらをクリックすると、はい、ここですね、上に。つまり、どこのタブをクリックしても、いつもここに、上部に固定して表示されるようになります。このようにしとくと便利ですよね。ではボタンが足りないのでこの戻るボタンなどを常に使えるように表示させたいと思います。クイックアクセスツールバーのユーザー設定、こちらをクリックします。すると今表示しているもの、こちらだけが今ここにありますね。元に戻す、こちらは常に上部に出しておきたいので私は設定をしておきます。あと皆さん、つけたいものがあればクリックをして表示させるようにしてください。また、この一番上のタイトルのレイアウト、こちらは見出しになりますのでこのままでいいですが、この2番目以降のスライドに関しては今はいりません。ですのでデリートキーで消していきます。スライドを選択している状態で濃くなっていますよね。この状態でデリートキーを押していくとこのように消すことができます。これで1枚のスライドになりました。まずチャプター1でお話をしたようにプレゼンを作るときには下書きをして考えておく、あるいはもう一つアウトラインという方法がありますのでそれをご紹介したいと思います。まずは表示をクリックして、表示の仕方、今標準になっていますからアウトライン表示にします。するとこのようになりました。今こちらにあるタイトルのレイアウトとサブタイトルが表示されています。まず一番上は稲枠 TV キャンペーンのご案内とし、サブタイトルは2022年秋のキャンペーン
ートしたいと思います。これで一度エンターキーを押してシフトタブキーを押すことで2枚目のスライドを出すことができます。ではここからはタイトルだけ、ページのタイトルだけを入れていきます。例えば下書きをしといて一番最初に何を作るか、まずはキャンペーンのご案内の概要ですね、秋のキャンペーンを行いますなどの概要を作ってまいります。そしてここからはエンターキーを押していきます。キャンペーンの期間になります。そしてエンターキーを押して料金、オンライン内容、特典としたいと思います。このようにアウトライン表示にしてテキストベースで箇条書き、タイトルになるところだけ、見出しになるところだけを最初に埋めていくと、とても楽に全体の構成を見ることができます。ではこの状態でもう一度標準をクリックします。するとこのように期間、料金、スライドを作成することができました。この方が簡単にできそうですね。ちなみにパワーポイントを作成するときに一番最初にやらなくてはいけないこと、それはページのサイズになります。私は今回はこのプレゼンテーションを最終的にスライドでモニター、大きなモニター、ビデオなどで映して見てもらうということを想定しています。その場合は16:9、今横長、 YouTube も横長がほとんどになりました。かなり昔の YouTube の動画では横長ではなく、ちょっと詰まった感じの4:3というアスペクト比になっています。それはどこで見るかというと、デザインタブをクリックします。すると右側の方にスライドのサイズがあります。通常デフォルトの場合はワイド画面16:9、これが横長のパソコンのモニターもそうでしょう。それからプロジェクター、モニターなどもほとんどのものが横長の16:9のサイズになっていると思います。最終目的が何のサイズなのかを確認して最初に作ることをお勧めします。ではこの4:3というのはどのような時かというと、割と古めの YouTube 動画を見ていただくと4:3の比率になったりします。ですので、古いプロジェクター、まだ使えるよというものであれば、そのプロジェクターが4:3の比率であれば、4:3で作り出すことをお勧めします。また、4:3というのは写真のサイズになるんですね。なので、冒頭でもお話ししたように、これ、スライドショーだけではなく、図形作成ソフトでもありますよね。そのような図形を作りたい、写真1枚のような図形を作成したいという場合には4:3で作っていただくのをお勧めします。では A4 サイズとかはがき、年賀状も作れるというお話をしましたよね。その場合はどうするのというと、それ以外の時はユーザー設定のスライドのサイズ、こちらをクリックしてスライドのサイズダイアログボックスからこのスライドのサイズ指定、こちらにいろいろなものが用意されているのがわかります。はがきの場合はこちら、そして A4 サイズ、印刷物でもこのように作ることができます。ご自宅のプリンターでチラシなどを印刷したいなんていう時には、最初にこのデフォルトでは作らずに A4 にしてから操作をするようにしてください。今回はワイド画面で構いません。あとスライドの向き、これが今横になっていますが、最近ね、よく縦型のスライド見たことありませんでしょうか。ここのところ私よく見るようになりました。その場合は縦向きにすることができます。今回はこのままでいいので OK を押します。この一番最初に行う操作、スライドのサイズは必ず最終に使う機器を確認しながら最初に操作を行うようにしてください。デザインに関してはこのデザインタブにある他のデザインに後から変更することができます。
まだたくさんありますので、この下クリックしていただくと、この中から好きなデザインを選び直してみてください。クリックをすると、はい、これ全部が変わってしまいます。今回は戻しておきます。またこのデザインに対して背景の書式、つまりこの背景の塗り、今図が入っているんですね。画像が、この1枚の絵が入っています。いや、そうではなくて、このページは違う単色の塗りつぶし、あるいはグラデーションにしたいという場合には、このようにここから違う色を選んでいきます。まあ、いろいろカラフルなカラーが用意されています。こんな感じでクリックをすると、そのページの色だけをこのように変更することができます。他にも図形を入れたり、それから塗りつぶし、パターンの色ね、違うのを選んでいただくと、ちょっと色を変えていただくと、こんな感じで変わったのがわかると思います。では、今回はご紹介だけですので、画面を戻しておきます。次に、この概要の中に、キャンペーンの概要と、それから画像を入れていきたいと思うんですね。今回、レイアウトをまず変えてみたいと思います。どんなレイアウトが用意されているかは、プレゼンテーション、テンプレートを決めた時点で、そのテンプレートが持っているものになります。どのようなものが、このテンプレートは用意されているのか、確認してみたいと思います。では、ホームタブに戻ります。レイアウトを変えるときには、このホームタブにあるレイアウト、こちらをクリックします。すると、このテンプレートには、このようなレイアウトが用意されています。違うレイアウトにしたいという場合には、このようにクリックをすることで変更することができます。ではね、写真と、それから概要が入れられますので、ここで概要を書いていきたいと思います。マンツーマンレッスンでスキルアップ。このように文字を入れてみました。ここにキャンペーンの絵を入れていきたいんですね。ここには図というのがあります。クリックをすると、パソコンの中の写真を見に行きます。写真を選んでまいります。はい。するとこのように、教室の写真ですね。オンラインにてキャンペーンを行いますので、この写真にしました。入れた後にまたデザインアイデアが、このようなものはどうでしょうかと案内をしてきました。今回はこのままでいいので、バツで閉じたいと思います。このように先ほどここクリックしたら、綺麗にこの中に写真をはめ込むことができましたよね。プレースホルダーと言います。このプレースホルダーとっても便利ですので、この後も使っていきます。ちなみにこの左側、今2番となって小さくなっています。クリックをすると、その画面が拡大されて今ここに表示されるようになります。この左側の部分、これをサムネイルと言って、このすべてサムネイルウィンドウという言い方をします。では次のスライドを打っていきます。では文字入力をして済ませておきました。期間、料金、オンライン内容、そして特典までテキストを入れてあります。この後、写真や図形の加工を行うんですが、このチャプターではなくて、次のチャプター3の方で図形を中心に行ってまいりますので、ちょっと空白が空いていますが、テキストに対する書式の設定などをここでは解説をしてまいります。今、特典が開いていますが、すべてのページにおいて、特典、この文字は MSP ゴシックとなっています。こちらも同じですね。今回ちょっと全体の文字を一遍に変えてみようと思います。タイトルは、このままでいいとして、2枚目から6枚目までのスライド全体を一度にすべてね、一つ一つやっていたら手作業は大変ですので、一遍に変えてしまおうと思います。その場合は表示タブを開けて、スライドマスター、こちらをクリックします。スライドマスターというのは、先ほどレイアウトを挿入しましたが、あらかじめ組み込まれているスライドになります。このスライドを変えることで、一度に全部変えることができます。
一番上、こちらを選択します。まずこちらのタイトルのところですね。ここをなぞった状態で、ホームタブからフォントを変えていきます。今回はちょっと太字の文字にしたいと思います。皆さんは好みのものを使ってください。今回は私はラウンド M プラス 1C ブラック、こちらにしたいと思います。結構丸文字で太字になりましたよね。ではタイトルは太字でいいんですが、中の文章、こちらに関しては、丸字でいいと思うんですが、あまりね、同じように太いとちょっとしつこい感じがしますので、文章の方は HG 丸ゴシック M プロにしたいと思います。相性としてはね、結構丸文字で、ゴシックっぽい感じでいいと思います。これで一度マスターを閉じます。マスターを表示させると、ファイルとホームタブの間にスライドマスターというタブが表示されます。こちらをクリックしていただいて、マスター表示を閉じる。こちらをクリックして閉じます。はい。すると、すべてのページに対して、わかりますか？文字列、フォントが変わったのがわかりますね。このようにスライドマスターを使うことで、一度に全体のフォントなどを変更することができます。では、期間に関しては後から図形を入れる。そして、料金に関しては少し文字の加工をしてまいりたいと思います。では、まずクリックをして、テキストボックスの枠が表示されました。プレスフォルダーと言ったらいいんでしょうか。今、デフォルトの状態で入力だけしてあるので、ここ、箇条書きが設定されているんですね。デフォルトではテキストを入力すると箇条書きの設定になります。箇条書きの設定を解除するには、この段落内どこでも構いません。クリックした状態で、ホームタブの段落グループの中にある箇条書き、こちらを一度クリックしてオフにします。では、すべての文字列を中央揃えにしたいと思います。あと、今回料金に関しては今回これしかないので、少しこの行間を開けたいと思います。行間を開けたい場合には、まず選択をして、そしてホームタブの段落グループにある行間、こちらをクリックします。カーソルを当てるだけでこのようになるというように、レイアウトを見ることができます。今回はこの2行しかないので、3.0 行でも良さそうですね。今回はこちらにしたいと思います。マウスで解除するとこのようになりました。続きまして、オンライン内容。こちらに関しては、この中何が書いてあるのか、もうたくさんありすぎて読みづらいですよね。少しまたこちらも加工していきたいと思います。こちらは大きく Excel の基礎と Excel の応用が入っているんですね。ところが、ただテキストを打っただけなので、また先ほどと同じように箇条書きの設定がされています。今回はテキストを2つ、完成版をお見せしますね。こんなような感じに仕上げていきたいと思います。では、Excel の基礎と Excel の応用2つに、ここから分けてまいります。まずは、Excel の応用。ここから一番下までを範囲選択して、切り取りを行います。そうしましたら、こちらね、上の基礎の方、少し大きいので、このようにドラッグをして、高さを狭く調整をしました。では、この状態で、右クリックをして、貼り付けのオプションから、今回は貼り付け先のテーマを使用、あるいはこちらテキストのみ保持、どちらでも構いません。では今回はテキストのみ保持にしたいと思います。すると、とりあえず枠が2つになりましたね。ではまず上のものから加工していきたいと思います。まずは先ほど行ったように、箇条書きはいりません。箇条書きをオフにします。で、このデータとこのデータ、同じ書式にしたいので、まずは範囲を選択し、書式のコピー貼り付けを行います。こういう選択でもいいし、クリックだけでも構いません。
この状態でホームタブにある書式のコピー貼り付け、こちらをクリックします。マウスポインターを画面に持ってくると、このようにハケのマークに変わりました。文字列のコピーではなく、ここにある書式をすべて貼り付けるということになります。では貼り付けたいところ、こちらですね、 Excel 応用のところになります。ではここドラッグをしながら範囲を選択して離します。すると同じ書式にすることができました。テキストボックスの位置や大きさを変更してまいります。移動をするには、まずこの枠線ですね、紛らわしいところ、この辺は選択をしないで、この線の上、マークがこのように変わったのを確認して押しながらドラッグをしていきます。このようにパワーポイントでは位置がピタッと揃うと点線が出てくるのがわかります。こんな感じですね、左側が揃っているよという案内になります。これとても便利ですので、これを必ず確認してください。マウスを離します。この横位置が揃いました。次はこちら右側ですね、テキストボックスを大きくしていきます。その場合はこちらの丸になります。左右の矢印に変わったら、マウスをドラッグして右側の方にドラッグをしていきます。はい、この時点でまた線が表示されました。離すとぴったりの位置にすることができました。では今回は Excel の基礎の部分と応用、こちらはサブタイトルになりますので、ここだけ少し範囲を選択し太字にしたいと思います。そして同じく繰り返しの操作、 F4 でも構いませんし、もう一度太字でも構いません。 Excel の基礎、括弧のところですね、括弧は今いらないんですが、この状態で Enter キーを押すとこのようになります。今回はそうではなくて画面を戻します。一度この括弧は消して、段落内改行、つまり同じ段落の中で行を変える。この場合はエンターキーではなくシフトキーを押しながらエンターキーを押します。すると同じ段落の中で改行をすることができます。こちらも同じになります。並べ替えの括弧も消して、そしてこちらも括弧は消しておきます。では応用の後ですね、こちらを選択した状態でシフトキーを押しながらエンターキーを押します。もしね、この間を開けたいというのであれば通常の開業でもいいと思います。少しこちらに関してはまた太字に変えてみたいと思います。また今回もラウンド M プラス 1C ブラック、こちらにします。また書式のコピー貼り付けを押して、こちら応用の方ドラッグをして離します。もう少し下に移動しますね。真下に移動したいときはマウスで先ほどのようにこう移動していくと大変です。この場合は一度クリックをして、そしてキーボードの下矢印で下の方にこのようにちょん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 と移動していく方が綺麗に真下に移動することができます。では塗りつぶしの色などはチャプター3の方で行ってまいります。特典に関しても先ほどと同じように箇条書きを外して中央ドローへ、そしてこのテキストボックスは少し大きいのでこのように小さくしておきます。チャプター2はここまでにしたいと思います。まとめを行います。新規作成からテキストを入れてスライドを作成してまいりました。2ページ目以降の文字を変更するのにスライドマスターを使ったり、テキストの箇条書きを解除し、そして行間を広くしました。通常の改行ではなく同じ段落の中で改行するには、これはワードも同じになりますが、シフトキーを押しながらエンターキーになります。では続いてチャプター3、画像の処理を行ってまいります。チャプター3、今回の章では図あるいは画像について解説をしてまいります。図を一言で言っても
ここにあるように図形やアイコン、3D モデル、スマートアート、グラフなどがあります。その他オンライン画像や自分のパソコンに入っている写真などの加工をすることができます。スライドショーだけではなく、パワーポイントは図形作成ソフトというお話をしましたよね。今回はいろいろな図、画像を入れながら解説をしてまいります。冒頭でお話しした印鑑、あの作成については以前の動画で詳しく紹介しています。画面右上の i、これカードというんですが、YouTube のカードを使ってジャンプしてそちらの動画を詳しくご覧ください。では今回は完成の方からお見せしたいと思います。こちらをご覧ください。まず期間に対しては、こちらアイコン、その一部を切り取って時計の図を作っていきたいと思います。そして料金に関しては、ストック画像、こちらを1枚写真を配置して背景の削除をして切り抜く方法をご紹介します。そしてオンライン内容に関しては、少し図形を変更したり色をつけてまいります。そして特典、こちらはこのようにアニメーションをこの後行ってまいります。3D モデルを使ってまいります。そして最後にスマートアートをご紹介します。では画面の方をご覧ください。まずはじめにデフォルトの設定になっている箇条書きを削除します。このテキストボックスを中央に置いて色をつけていきます。まずこのテキストボックス大きいので小さくしてまいります。右下にマウスを当てて斜め矢印に変わったら、まずこのようにドラッグをして大きさを整えます。中央に移動してまいります。塗りつぶしは選択された状態で図形の書式タブを開けて、すぐ下にある図形の塗りつぶし、今この色が黄緑色になっていますが、それ以外の色にしたいときはここから選びます。2で構いません。薄い青、アクセント2にしてまいります。中の文字の色も変更してまいります。この状態で文字の塗りつぶしが今白が選ばれています。今度は白にしたい場合はこちらをクリックします。塗りの色とそして文字の色は相反した色にすると目立つようになります。一度解除します。ちょっとテキストボックスなので四隅が角張っていますよね。もう少し丸みをつけていきたいと思います。その場合は図形の変更を行います。もう一度クリックをして、図形の書式タブから、図形の編集をクリックします。図形の変更にマウスを当てると、右側に候補が表示されます。今回は角張っているのを取りたいので、こちら、四角形の中の角を丸くする。前のバージョンですと、角丸四角形と書いてあると思います。こちらをクリックします。するとこの黄色いポイント、丸が表示されます。マウスを当てると、わかりますか？丸い具合を調整することができます。今回は少し角丸にしたいだけなので、この辺にしたいと思います。続いて中央にアイコンを入れたいと思います。アイコンは挿入タブからアイコンをクリックします。このアイコンの中に一番右側、漫画の読者というのがあります。今回はこちらをクリックします。では一番下までスクロールをしていくと、ここまで表示されました。いろいろなアイコンが表示されていますが、今回使用するのはこちらのアイコンですね。右上のレテンにチェックを入れて、そして挿入をクリックします。デザインアイデアは閉じます。
アイコン1枚でこのように複数の図形が配置されているのがわかります。今回はこれすべてを使うのではなくて、この時計とそれからこの本棚ですね、こちらだけ使用したいと思います。その場合はアイコンが選択されているのを確認し、変更グループの図形に変換、こちらを一度クリックします。すると見てわかるように、それぞれの図がバラバラになっているのが確認できました。今回中央にあるホワイトボード、こちらはいりませんので消します。そしてデスクやパソコン、ノートなどを消します。今回使用するのはこちらと、このメインに時計、まあ機関ですからね、時計を加工してみたいと思います。今回まずこの本棚の部分はすべて選択をして、そしてちょっと避けていきたいと思います。まず時計の加工から解説をしてまいりますね。ではこの全部を選択するには、ドラッグをするとこのように複数の図形を一度に選択することができます。ではこの状態で少し避けておきましょう。後で加工をします。では今度は時計、この時計は一つだけになっていますので中央に持ってきます。少し拡大してみたいと思います。右下にマウスを当てて斜めの矢印に変わったらドラッグをして拡大をしていきますが、この時に分かりますか、上下左右どのような形でも拡大をすることができます。画面を戻します。今回は1000円のままで拡大をしたいんですね。その場合はキーボードのシフトキーを押しながら、また同じようにドラッグをしていくと、多少マウスがずれても1000円のまま大きくすることができます。ではこの状態で中央に持っていきます。これ一つの図形のように見えますが、ではちょっとこの12時のところですね、ここをもう一度クリックします。すると単独の図形を選択することができました。この状態で図形の書式タブから塗りつぶしを行うと、分かりますか、色が変更できたのが確認できます。枠線もこのように何もないところでクリックをすると、分かりますか、枠線の色とそれから塗りつぶしの色が確認できますね。このようにして図形のグループ化になっているんですが、それぞれの単独の図形をグループ解除するのではなく、この状態でここに選択をすることができます。ではそれぞれ塗りつぶしの色を変更してまいります。一時は赤、ちょっと色合いを変えただけでも随分雰囲気が変わると思いませんか。では他も変えていきましょう。選択をしてもう一度選択をします。すると2つ枠線が出ているのが分かりますが、これがどこを指しているのか分かりづらいときは、一度この濃いところの線をちょっと動かしてみると、これが何なのかが分かりますね。要はこの線の色になりますよね。元に戻すボタンで戻しておきます。すると綺麗に戻すことができます。では今回また色を変えていきます。塗りつぶしの色、そしてこの中の色も確認をしながら、このように色合いを決めていきましょう。中の白い部分、こちらに対してもう少し色を変えていきたいと思います。今回はパターンをつけてみたいと思います。もう一度クリックをすることで、濃い線の方が中を指しているのが分かります。この状態で図形の塗りつぶしから、今回はパターンがないのでテクスチャーからその他のテクスチャーを開けます。するとこの塗りつぶしの中にパターンが表示されます。1回ではね、パターンというのは塗りつぶしには出ないので、何かを選択した状態で
それでパターンを呼び出すというような形になりますかね。では塗りつぶしパターン、今白なので何のパターンなのか分かりづらいですよね。なのでこの下にある前景と背景、こちらの色が両方白なのでちょっと分かりづらくなっています。前景の色をちょっとつけてみます。ブルーにしてみますね。すると色合いが表示されたのが分かります。パターンね、いろいろなパターンがあるのが確認できますので見ながら、私は左上のこちらにしたいと思います。点線 5% このぐらいでいいかと思います。では解除します。この本棚に関しても、この本を選択しているのが分かりますか。この状態で一冊だけ色をつけてみます。赤にしますね。こんな感じです。例えばこちらの左側の本、選択をしてまた違う色にします。もう一つこの状態で選択をして、こんな感じですかね。するとここに色をつけることができました。これをそれぞれ操作を行ったものが先ほど完成でお見せしたこちらになります。作った図形を一つずつアイコンとして保存をすることができます。その場合は、では今回ね、こちらを、時計を名前をつけて画像を保存しておきたいと思います。単独で画像を保存するには、まずその画像を選択します。この時は全ての画像が選択されているのを確認です。こんな感じではなくてね、全て選択されているのを確認して、右クリックをして、そして図として保存をします。では今回ピクチャーに時計として、わかりますか？ここ、大事なところはここ、PNG とあります。この画像が JPEG、こちらで保存をしてしまうと、透過性にならず、何もないところが白い塗りになってしまいます。単独にこの時計だけを保存するには、PNG にしてください。では、保存をクリックします。すると、例えば Word や Excel などで白紙の文章に分かりやすく色をつけてみます。ページに色をつけてみますね。ここに先ほど作った画像を挿入してみます。このデバイスからこちらですね。時計を選んで挿入をすると、このように透過性になっているので、単独でアイコンを作成することができます。このように図形作成ソフトとしてパワーポイントを使うことができます。対してこの期間という1枚ものを図として保存する場合には違う方法になります。その場合には、要はこの本棚と期間、このページ全体ですね、スライド全体を絵として保存したいのであれば、ファイルからエクスポート、そしてファイルの種類の変更をクリックします。先ほどはこちらだったんですが、今度は JPEG にして名前をつけて保存をします。このまま保存をかけます。 JPEG である、ここがポイントになりますね。保存をします。この時にエクスポートするスライド、このすべてのスライドを保存するのか、それともこの1枚だけなのかを聞いてきます。このスライドのみ、今回はこちらをクリックします。すると、では挿入します。今保存したものがこちらになります。はい、写真1枚として保存をすることができました。ワードは閉じておきます。一つずつアイコンとして保存をしたいのか、それか JPEG として保存をしたいのか、しっかり違いを覚えておいてください。では次参ります。続きまして、料金のページにはこのようにヘッドホンの写真、こちらのグレーになっている背景の削除を行って薄くしてみたいと思います。結果はこのようになります。では操作を行います。まずは挿入から画像を、ストック画像を行います。今回はオンラインの講座になりますので、ヘッドホンですね。はい、こちらにありますヘッドホンの写真を挿入してみたいと思います。はい、
このようになりました。この選択している状態で図の形式タブから背景の削除をクリックします。するとこの紫色の部分ですね、紫色の部分は削除されている部分になります。この状態ですとこちら左側のヘッドホン部分だけがくり抜かれるようになります。ですので保持する領域と削除する領域、この2つを操作しながら必要な部分だけを保持してまいります。保持する領域としてマーク、こちらをクリックして紫色になっている部分で必要な部分を教えてあげます。まずこの白い部分ですね、ヘッドホンの上の部分、ここをこのようになぞっていきます。はい、白い部分が認識されたのがわかります。少しこの辺が落ちていますね。この辺からドラッグをして、そしてこの部分もドラッグをして必要だと教えてあげます。右側の部分に関しても必要な部分になります。必要な部分こんな感じでぐるっと巻いてあげるだけでも認識をしてくれます。あとこの辺ですね、必要なのでドラッグをして教えてあげます。この辺ですね、少し切れているのがわかりますから教えてあげます。あと最後この辺ですかね。はい、このグレーになっている部分、これは削除したいところになるので、削除する領域としてマーク、こちらをクリックしてからマウスでこのように書いていきます。画面を拡大して細かな部分を書いてあげると操作がしやすくなります。はい、これでほぼ綺麗に認識をすることができました。これで変更保持をクリックします。するとこのようにくり抜かれましたが、絵の方が手前に出ています。図形を背面に移動します。右クリックをして背面へ移動するとテキストの後ろ側に移動していったのがわかります。少しあとは文字が重なっている部分が読みづらくなってしまっています。調整グループにある透明度、こちらをクリックして少しずつ確認をしながら透明をしていきましょう。今回は透明度 65% にしたいと思います。するとこのように背景に透かしのように入れることができました。続いてオンライン内容、こちらに関してはこのボックスに対して色をつけていきます。図形の書式タブを選択し、色の塗りつぶし、これは任意で調整をしてまいります。クリックをして、そしてもう一度選択をして色をつけます。四隅が角張ってしまっているので、図形の編集から図形の変更、そして角丸ですね、角を丸くするを選びます。繰り返しの操作は選択をして F4 を押すことで角丸を施すことができます。では特典、こちらには 3D モデル、まあ特典ですから、今回はこう花火が上がったようなものを、この後アニメーションなどを加えたいので挿入してみたいと思います。では 3D モデル、立体のものになりますね。挿入から 3D モデル、では今回は花火として検索をします。ありましたね。こちらを選択し挿入をクリックします。この 3D モデル、名前の通り 3D なんですね。真ん中にこのようなマークがあります。押しながらドラッグをすると、わかりますか、 3D なのでこのように後ろももうひっくり返した状態、360度くるくる回ることができます。印刷物などの時にはこのような感じで花火のようなものを表すことができますし、これにアニメーションをつけることで動きを表すことができます。それはこの後のチャプターで行いますね。では最後にこの後ですね、1枚スライドを追加して、そしてスマートアートを入れてみたいと思います。後から挿入する場合、いくつか方法があります。
まずはこのサムネイルの方、こちら選択している状態、少し枠が濃くなっていますよね。この状態でエンターキーを押すと、このように追加されます。もしも、ちょっと戻します。もしもこの状態で、このスライドと同じもの、ちょっとだけ変えたいなどの場合は、右クリックをして、スライドの複製でも構いません。では、これも戻ります。もしくは新しいスライドを挿入するときにはホームタブにある新しいスライド、この下をクリックするとどのレイアウトなのかを選ぶことができます。新しいスライドがこのレイアウトと違う場合にはこちらから選ぶようにしてください。もちろん一度入れた後、この後レイアウトを変えたい場合には今度はこちらレイアウトの中から違うレイアウトを選んでいきましょう。今回はタイトルとコンテンツ、こちらにしたいと思います。最後のページというのは完成物、このようにしたいと思います。お申し込みの流れですね。お問い合わせをしていただいて、準備、体験、入金、授業開始、このような図を作りたいときにはスマートアートがおすすめです。ではスマートアートを入れていきます。まずはタイトルを入れてまいります。お申し込みの流れとし、スマートアートを入れます。プレースフォルダーになっていますので、ここからこちらスマートアートグラフィックの挿入、こちらをクリックします。すると全てが表示されてきますが、今回は手順を選んでいきますので、メニューバーの手順から選んでいくと早いです。今回はステップダウンプロセス、こちらを選びます。OK をクリックします。まず最初は3つしかないんですが、この後追加をしていくことはできます。では一番最初はお問い合わせとします。おかしなところで2行目になっていますが、今は気にせず操作を行います。お電話とし、入力をしていただくか、もしくは直接図形をクリックして入力をしましょう。ご希望の方まで入力をいたしました。この後ですが、このままエンターキーを一度押します。そしてここではご希望の方とこの同じ状態ですね、このように2行目に書かれてしまいます。そうではなくて、この状態でシフトタブを押して、もう一つ新しいボックスを作っていきます。ご入金として、そしてエンターを押します。すると今度はこの右側、ご入金の右側にボックスを入れることができません。ですのでご入金の後、一度エンターキーを押してから、今度はただタブキーを一度押します。するとこの横にボックスができます。ではお振り込みとし、また繰り返しになります。エンターキーを押して、今度は左側に戻りますので、シフトタブキー、授業開始とし、またエンターキーを押してタブキーを押します。最後、ご予約時間に受講開始としたいと思います。ではこれを体裁を整えてまいります。全体の文字を変更したいので、全体、この枠線の上をクリックした状態で全ての文字列を選択します。ホームタブをクリックしてフォントを変更するか、もしくは左側にあるテキストウィンドウ、こちらを選択しても構いません。もしテキストウィンドウが表示していない、このような状態でしたらば、左側にある区のマーク、こちらをクリックします。するとテキストウィンドウが表示されます。ではこのようにドラッグをしてホームタブからフォントを変えていきます。今回は HG マルゴシック M プロにしたいと思います。あとはそれぞれのボックスの大きさ、
位置などを変更してまいります。まずは選択して、そしてこの左側、こちらでも構いません。今回は左側をドラッグします。するとボックスを大きくすることができましたが、少し重なってしまいましたね。こちらのボックスを移動してまいります。右側にドラッグをして、そして少し横を大きくします。単独で移動するにはこのようにそれぞれのボックス、テキストボックスを移動してまいりましょう。クリックをして、そして横幅を整えます。重なってしまうのでドラッグをして移動します。あと同じようになります。そうしましたら移動を、事業開始に関しては結構広く取ります。はい、このようになりました。一番上ももうちょっと広くした方が良さそうですね。全体を少し大きくするとこのように綺麗に配置をすることができました。スマートアート、これも図表といって、この図形すべて綺麗に入れるのは大変です。このあとこの色などを変更したい場合には、色の変更から自分で好きな色を選んでください。では私は完成、こちらにしたいと思います。では今回のチャプター3終わりにしたいと思います。まとめを行います。今回は画像の処理などについて解説をしています。画像はストック画像、それからアイコンなどね、使いました。アイコンの場合はグラフィックスといって、図形に変換をすることでバラバラにして、グループ化にされているものをバラバラにしたり、個別に色をつけることで単独必要なものを保存したりしました。 PNG といってアイコンにするようなもの、あるいは写真にしたりして1枚の写真を作る方法、その他 3D モデル、そして最後にスマートアートを行いました。このチャンネルでも PowerPoint の講座いくつか投稿しております。背景の削除や、それから複数図形の処理、印鑑を作る方法などはそちらの動画を見ていただくといいと思います。カードを挟んでおきますので、そちらをご覧ください。では次、第4回目、4回目は PowerPoint 独特の機能、アニメーションについて解説をしてまいります。チャプター4、この章では PowerPoint 特有の機能、画面を切り替える時の効果、それからアニメーションについて解説をいたします。たまに勘違いをされている方がいらっしゃいますが、例えばテキストや画像などが動くもの、これに関してはその動きを出すことで効果が見込まれるということで施してまいります。小学生や幼稚園などの子に何かアニメーションを見せるのであれば、遠くからね、くる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 っと回ってバーンっていう、こんなようなスライドはとても楽しいものです。ですが一般的に対象者が大人であれば、あまり派手な効果はむしろ逆効果になってしまいます。これに注意をしてアニメーションをつけていきましょう。では操作の方を行います。画面をご覧ください。まずは画面の切り替えから解説をいたします。画面の切り替えとは、次にスライドを送る時の効果ですね。例えば今タイトルのスライドが今ここにあります。クリックをするとこのように少しふわーんとフェードという機能になるんですが、このようにいきなり切り替わらずにフェードの効果がかかっているのがわかりますよね。このような効果以外にもたくさんの効果があります。派手な画面の切り替えの効果というのはおすすめしません。画面を切り替えるたびにいろいろな効果がミックスされると、そちらに注力がいってしまいます。例えば長いスライドであったら、セクションを区切ったりするとき、つまり話の内容が少し変わったときなどには切り替える効果として違うものを施す、これはありだと思います。わかりやすく説明をすると、今
パワーポイントの講座を見ていただいてますが、この講座でもチャプター1、2、3、4のように大きな切り替わりの時効果をつけています。そのような時に効果をつけると良いでしょう。普段の効果は今お話ししたようにフェード、あるいはディゾルプなどの効果をつけていただくのがおすすめです。では実際に画面の切り替え効果を解説します。今サムネイルの方に1、2、3と数字が書いてありますが、その下にこの星のマークがあるのがわかりますね。このマークがついていたら切り替える時の効果が施されるというマークになります。マウスを持ってくるとアニメーションの再生と表示されます。クリックをするとこのようにわかりますか？アニメーションの効果を実際に確認することができます。これ、もともとテンプレートを選んだ時からこの画面の切り替え効果がついていたんですね。では少し変えたいとします。これはこのままでもいいんですが、今回は練習なのでいろいろ試してみたいと思います。画面の切り替えタブ、こちらをクリックしていただいて、今フェードという効果が施されているというのが確認できます。プッシュをクリックすると、こんな感じで切り替わるというのが確認できるようになります。スプリット、出現、カット、ランダムストライプ、かなりあるので少し飛ばします。垂れ幕、カーテン、幼稚園の子供なんかは一番最初にこれを行うと興味持つかもしれませんね。では、この下、その他をクリックすると、このようにたくさんあるのがわかります。アニメーションの再生を押すと、このように確認ができます。このまま次のシーンでは違う効果になっていますが、すべて今の切り替え効果を施したいという場合には、すべてに適用、こちらをクリックすることで、何も画面は変わりませんが、プレビューで確認をすると、こちらの方も、こんな感じで2枚目3枚目に行くとなんとなくわかりますね。すべてのスライドに効果が施されたのが確認できます。また、スライドショーを行うときには、画面が切り替わるときというのは、クリックをして次のスライドに行くことが多いと思います。なので、デフォルトでは切り替えるときは、クリックをして次のスライドに行くという設定になっています。続いて、アニメーションの設定を行います。アニメーションの設定を行いたいのは、この最後の6枚目と7枚目のスライドにアニメーションを施していきたいと思います。まず、アニメーション、効果が今ついている完成の方をお見せしたいと思います。これ、花火なので、この一つの花火に対して3つの効果をつけています。ここにね、3つの効果がつけられているのがわかりますよね。一番最初、花火なので、最初、わーっと上がってくる感じ、ズームという機能。そして次、真ん中には拡大縮小。つまり、まあ、花火ですからね。上がってきてズームしたら、花火がこう大きく散る様子ですね。そして最後はこう少しずつ散っていくようなあの効果。これ最後がリドルブアウトという機能になります。この3つの機能をこの花火で効果をつけてみたいと思います。この効果を確認をしてみます。プレビューで確認をすると、まあ、こんな感じ。ズーム、拡大縮小、そして散っていく様子ですね。こんな感じになります。さあ、この効果をつけてまいります。では、操作を行います。こちらはまだ効果がついていない状態になります。まずは、効果をつけたい画像を選択します。アニメーションタブ、こちらをクリックします。まず、このプレビューがあって、いろいろな効果がここにあるんですね。ちょっと一つだけクリックしてみますね。クリックをすると、ジャンプしてターンというのがあります。これ一度クリックしただけで、
1とついているのがわかります。これは一つ、もうアニメーションが付けられたということになります。なので、クリックをするとアニメーションが施されてしまいます。この確認をいろいろしてみたいときには、まずアニメーションウィンドウというのを表示します。アニメーションの詳細設定グループにあるアニメーションウィンドウ、こちらをクリックします。すると今つけたアニメーションがここで確認することができます。ちょっと押してみますね。ここから再生をクリックすると、このように帯が動いているのがわかりますね。では違う方法で複数の効果を確認しながらアニメーションの効果をつける方法を解説します。まず今つけた効果は削除したいと思います。このアニメーションウィンドウの今のこの効果、クリックをして、そして右側に表示される下向き三角、こちらをクリックすると、この効果の詳細をここから設定することができます。今回はいらないので削除にします。削除をクリックします。はい。この1というのが消えました。では、どのように複数効果をつけるか、そして確認をしながら操作をするかというと、まずは最初選択をします。ここ、アニメーションの追加、こちらをクリックします。すると、今の効果と同じものが、開始、強調、終了と表示されました。この他にもアニメーションの軌跡、つまりアニメーションの動きを自分で作ることができるんですね。では、今回はそうではなく、ここ、その他の開始効果、こちらをクリックします。すると、このように開始効果を確認しながら、ここ、効果のプレビューがありますので、確認しながら決定していくことができます。いろいろな効果、名前がついているんですが、それがどのように動くのか分かりづらいですよね。クリックすると決定してしまうので、そうではない場合、ここを使うと便利です。では、基本から少し押してみたいと思います。チェッカーボード、クリックすると、こうなります。というのが、このように確認しながら、表示することができます。フェードイン。まあ、中、コンプレス。そして、この下、華やか。こんなものとか、ピンウィール。こんなものが表示されました。今回、私がつけたい効果は、ズームになります。ズームをクリックします。こんな感じですね。このように花火が上がります。確認できてこれでいいと思ったら、これで OK をクリックします。すると、ズームのアニメーションというのが1と表示されました。これに対して違うもの、拡大縮小を次やりたいという場合に押してしまうと、ズームが消えてしまいます。ですので、この効果の後に次の効果をつけたいのであれば、アニメーションの追加をクリックします。そしてまた今度はその他の強調効果、こちらをクリックして、この中から確認しながら選んでいきます。今回は拡大縮小ですね。拡大縮小をクリックします。花火がこう大きく上がる様子を表現したいので、こちらにします。では、OK をクリックします。すると2番、ここ、拡大縮小の効果が加わったことがわかりますね。では最後、少し花火がゆっくり散っていく様子を表現したいと思います。では、アニメーションの追加をクリックします。その他の終了効果、こちらをクリックします。さあ、終了効果、確認をしながら少し見ていきましょう。ホイール。フェードアウト。なんか、いろいろありますね。あ、こんな感じなんですね。ブーメラン。こんな感じでは花火は散らないですよね。では、今回はリドルブアウトにしてみたいと思います。クリックして確認します。こんな感じにしたいと思います。では、OK をクリックします。これでアニメーションウィンドウを見ると、3つの効果が
加わったのがわかります。今拡大縮小の効果をつけたんですが、この拡大縮小の効果を選んだ状態でオプションからさらに効果を選び直すことができます。効果のオプションをクリックすると、今両方向に拡大するようになっているんですね。まあ、縦だったり横だったりは今回に限ってはないんですが、横だったとします。横方向をオプションを変えたとします。では押しますね。横方向をクリックします。そうするとこんな感じになります。縦の場合はこんな感じですね。そして回数などもあります。台を押すとこんな感じ。このようにいくつか効果によってオプションが変わりますので、ちょっと違うなと思ったらオプションから選び直すのがおすすめです。今回は両方向でいいので、こちら両方向をクリックします。これでいいと思います。アニメーションのプレビュー、こちらクリックするとこんな感じと確認することができました。ちょっと気になるのは一番最後のディゾルブアウト、こちらの効果をもう少しゆっくりしたいとします。もう一回確認をしますね。こうして広がってディゾルブアウトがあっという間なんですね。なので少しずつ散っていくようにさらに設定をしてまいりたいと思います。その場合は今こちらですね、 3D モデル3つ目のディゾルブアウト、こちらになります。これを見るとここ 0.5 秒となっているのがわかります。このディゾルブアウトという効果が 0.5 秒しかないということになるんですよね。なのであっという間になくなってしまったということになります。これをゆっくりしたいのであれば、マウスポインター、このマークになっているのを確認して 0.5 秒となっているのを見ながらドラッグをしていくと終了がわかりますか。少しずつ時間が伸びていくのがわかります。または下向き三角、こちらをクリックして効果のオプションをクリックします。タイミングをクリックするとここに継続時間を数値で表示することができます。こんな感じですね。さらに遅く、普通などと選び直してもいいと思います。非常に遅いにするとね、かなりゆっくりになりますので、今回は13秒にしてみたいと思います。これで OK をクリックします。ではこれでもう一度確認をします。プレビューをクリックします。ディゾルブアウトがわかりますか。ゆっくり、これ極端ですがゆっくり散っていくのがわかりますね。ちょっとゆっくりすぎるかなと思ったら秒数を少し7秒ぐらいに戻しておきます。 OK をクリックして、そしてまた確認をしていきます。ディゾルブアウト、こんな感じですかね。7秒で全部が消えるというような感じになります。そしてこの3つの効果についてそれぞれクリックをしないと次の効果に移動しないようになっています。ですので最初のズームの効果はクリックをした状態で、その後2番目3番目は前の効果が終わったら自動的に始まるように設定を変えていきたいと思います。一番最初のズーム、こちらはクリックした状態で構いません。では2番目の効果ですね、こちらに関してはクリック時ではなく開始するのは直前の動作の後にします。そしてこちらも同じようにクリックではなく直前の動作の後をクリックします。これで終わった時に伸ばしますね。左側に分かりやすくします。これで1番目のズームが終わったら次の効果、そして次の効果が 2.5 秒あって終わったら次の最後のディゾルブアウトが始まって、これは自動的に2番目と3番目のアニメーションは自動的に始まるという設定になったというのが確認できます。効果の付け方の基本になります。ぜひ習得してみてください。
ではもう一つのアニメーションを行ってまいります。今回は一番最後、スマートアートを挿入しましたよね。お申し込みの流れ、このスマートアートに対してアニメーションを施していきたいと思います。完成をお見せしたいんですが、その前によくスライドショーというのはパソコンにパワーポイントがあって大きなプロジェクターなどで映したり、電子黒板などモニターなど別の機器で映すことが多いですよね。もしアニメーションを見てもらうときには、このスライドショータブにあるこちらモニター、これが通常は自動になっています。今まで何度か私が2画面にしているんですよね。こうやって行ったり来たりして完成をお見せしたりしていました。2つ今途中のものと完成のものを左から右に持ってきたりよくしていましたよね。このようにして2画面の操作をしているんですが、自動になっているとこの左側、皆さんには見えていないところのモニターがプレビュー画面になってしまいます。もしも電子黒板などにする場合には、これが通常自動になっていますので、プレビューを押すとこのように、要は今見えてない部分がプレビューになってしまいます。スライドショーを終了します。この同じ画面内でもしプレビューも見たいという場合には、ここがプライマリーモニター、こちらになります。まあ、あまりないですね。通常は自動にしてスライドショーを見てもらうプレビューの画面というのは別のモニターになります。その場合は自動にしておきましょう。プライマリーモニター、この画面にして完成を見てみたいと思います。クリックをするとこの塊ですね。お問い合わせと電話番号、この鍵の図形、この3つの図形が一度に表示されました。説明をするときにはお問い合わせはお電話でお願いしますなどとします。そして次クリックをします。すると次の段階としてレッスンのご準備としてZoomのインストールをお願いしますなどと言って、この3つの画像が固まっているのがわかります。クリックをすると体験希望の方のみ、そしてもう一度クリックをするとご入金振込をお願いします、そして最後クリックをすると授業開始というように、クリックをしたらこの塊が 1,2,3,4,5 5個の塊が一つずつ表示されるようにアニメーションを作ってまいります。ではスライドを閉じます。では完成は避けておきます。では前回のチャプターで行った最後のスマートアートがこちらになります。こちらにアニメーションをつけてまいりましょう。クリックをするとこのすべての図形が選択されているのがわかります。ではアニメーションをつけていきます。アニメーションタブをクリックします。すると今このようにアニメーション表示されました。今回のアニメーションはスライドインになります。ではスライドインをクリックします。すると下からこのように表示されて、アニメーションの番号が振られているのがわかります。今全部一つになって表示してきましたよね。そして下からになります。今回は右から左に一つずつ表示されるようにしたいので、この効果のオプションから下からではなく、方向は右からに変えます。では、右からをクリックします。すると、右から表示されました。ですが、すべて1個としてスマートアートが表示されてしまいました。そうではないので、もう一度効果のオプションをクリックして、そして、今、連続、1つのオブジェクトとしてスマートアートが一度に表示されてきました。他のものもあるので、確認をしてみますね。一つずつ。すべて同時の場合は、こんな感じです。では次、個別。はい。一個一個が個別に表示されました。レベル一括は、こんな感じですね。この右側の文字が後から表示されています。レベル個別は、
このようになりました。今回のものというのは個別になります。個別をクリックします。ですが、見てわかるように振込、予約時間に受講開始などの右側のテキストボックスがばらけてしまっています。ではアニメーションウィンドウをクリックして詳細を確認したいと思います。この下向き三角、二重の下向き三角をクリックします。詳細が表示されました。選択した項目の再生を押すと、もう一度確認ができます。バラバラになっているんですよね。このお問い合わせの図形と、この下にある矢印というのは一個に固まっているのがわかります。確認してみましょうか。このように固まっていますよね。なので、お問い合わせとこの電話番号というのが一度に表示されるようにしたいです。詳細を確認をすると、一番上はクリックした時、そして2番目、これは直前の動作と同時、つまりこのお問い合わせとこの矢印は同時に表示されてるんですね。ところがこの3つ目、この電話番号、これがクリック時になっていてばらけてしまっています。この3つの図形が同時に表示されるようにしたいんですね。なので、これ電話番号の図形がここクリック時ではなく、直前の動作と同時、ここにすることで、この1、2、3つが同時に表示されます。ここまで説明ができたら、次にこの3つが今度一緒に出てほしいんですね。つまりここのところ、これがクリック時になっているので、 Zoom のインストールがクリックしないと表示されません。ですので、これも直前の動作と同じにします。これでこの3つが同時に表示されるようになります。あと同じですね、こちらもこちらも同じでいいんですが、こちら、これが直前の動作と同時になります。そしてこの3つ目になるので、こちら、これが直前の動作と同時になります。そして最後、授業開始、こちらに関しては矢印はないので2つになります。この5、6番がこの2つの図形ということになりますから、今度は下、こちらはクリック時ではなく直前の動作と同時、こちらになります。では実際に確認をしてみます。この右下のスライドショー、こちらをクリックして実際のプレビューで確認してみます。ではクリックします。クリックするとこの3つの図形、そしてクリックするとまたこの3つの図形、クリックして、そしてクリックして、最後クリックをすると、授業開始はこうですと、この2つの図形が固まって表示されるようになりました。スマートアートを使いながら、今のようにタイミングを調整をすることで、グループ化のように見せることができます。いろいろなスマートアートありますので、アニメーションの調整をしてください。ではチャプター4のまとめを行います。チャプター4では、パワーポイントの特有の機能、画面の切り替え、それとアニメーションを行いました。画面の切り替え、アニメーションに関してはあまり派手な効果はお勧めしません。特にビジネス系では気をつけてください。アニメーションに関しては単独ではなく複合することで、より効果を発します。ぜひタイミングや配分時間などを駆使して、オリジナルのものを作ってみてはいかがでしょうか。ではチャプター4はここまでにしたいと思います。次チャプター5では、まとめになります。配布資料やエクスポートについて解説をしてまいります。チャプター5、最後の章では、便利なショートカットキー、そして印刷などの配布資料について解説を行います。スライドショーを行うときに2画面にする場合がほとんどです。前回の章でもお話ししましたが、
スライドショータブを開けて、そしてこのモニターが通常はここ自動になっています。自動になっている場合、プロジェクターなどにつなげると自分の画面は操作をする画面、そしてプロジェクターの方が閲覧画面になります。今回私はプロジェクターにはつなげていませんが、2画面にしてパソコンを操作してるんですね。なので自動にするとこの今の画面、動画を撮っている画面が映らなくなってしまいますので、その場合自分の画面を映したいなどの場合はプライマリーモニターにします。あるいはモニターを選びたいときにはつなげているモニター一覧が表示されますので、そこからプレビューしたいモニターを選んでください。今回はこの画面にスライドショーを行うとします。スライドショー確認をするときにはいくつかボタンが用意されています。画面の左上、これはクイックアクセスツールバー、こちらに先頭から開始というのがあります。またスライドショータブにはここ最初からというのもありますし、それから画面の右下にもここにスライドショーというボタンが用意されています。この違いですね。まずこの最初から開始、あるいは最初から、これは同じ意味になります。今最初のサムネイルが選ばれているので、この状態で行ってはあまり意味がないので、例えばこの辺、この期間のスライドを選んでいたとします。これ途中のスライドですよね。ですがこの最初から、あるいはこちらの最初からを押すことで、一番最初のこのタイトルからスライドショーが始まるようになります。ショートカットキーは F5 になります。それに対して画面右下にあるこちらのボタン、これはスライドショーとありますが、この時計のこちらですね、このスライドをプレビューしたいときにはこちらになります。またチャプター1でご案内した字幕が出る機能ですね、そちらに関しては常に字幕を使用するにチェックを入れて、または言語を変えたい場合には話し手の言語と字幕の言語を選ぶことができます。そして字幕を出したい場所、こちらを選んで、そしてスライドショーを開始すると字幕を始めることができます。この辺に関しては概要欄の方に動画のリンクを貼っておきますので、操作はそちらを詳しくご覧ください。では便利なショートカットキーをいくつかご紹介したいと思います。スライドショーを始めるにはファンクションキーの F5 を押します。するとこのようにスライドショーが始まりました。エンターキーを押すと次にスライドが移動していきます。もし前のスライドに戻りたいときはキーボードの P、 パーキングの P を押します。すると前のスライドに戻ることができます。あるいはキーボードの上下の矢印ありますよね、そちらを押していただくと次のスライド、手前のスライドに戻るときは上矢印を押すことで手前に戻ることができます。よくスライドを行っているときに画面を真っ白にしたり真っ黒にして何か違う説明をしたいなんていうときがあります。その場合には覚え方としては英語でホワイトの場合は W が頭文字になりますよね。ですのでこの状態で W を押すとホワイトにすることができます。ホワイトからスライドショーに戻りたいときにはもう一度 W を押します。すると戻ります。ブラックアウトにしたいときにはブラックですから頭文字を取って B になります。また戻りたいときは B を押します。ペンに変えたいときはコントロールを押しながらパーキングの P を押します。ではちょっと書いてみますね。ちょっと動かすとこのようにペンになったのがわかりますね。スライドの書き込みを解除するには E を押します。マウスポインターの形にペンを戻したいときにはコントロール A を押します。するとマウスポインターに戻りました。最後にこのようにショートカットキー便利なんですが、これ全部覚えるの大変だなと思ったら、右クリックをするか、そしてここの中から選んでいくか、
もしくは画面の左下に薄くこのようにボタンが用意されています。例えばこの筆のマークをクリックするとレーザーポインターなどを選ぶことができます。クリックをするとこのようにレーザーポインターを表示することができます。エスケープキーを押すと解除することができます。またこちら操作画面の方になりますが、こちらにもペンとレーザーポインターツールなどを表示して操作をすることができます。この操作画面では、この他に複数のスライドを表示するには、こちら、すべてのスライドを表示しますをクリックすることで、ジャンプしてね、5番って飛んだりすることもできます。また発表者側ではノートを作っておくこともありますよね。その時にはこちらでノートを読むことができますが、このノートの文字、この下にテキストを拡大したり縮小したりする機能があります。そしてこの画面上で次のスライドを確認しておくこともできるんですね。なので2画面にするととても操作は楽になります。そして最後になりますが、配布資料についてお話をします。パワーポイントはスライドショーだけではありません。印刷をして配布資料としても使うことができます。例えばスライドショーで画面を大きく見てもらって説明を聞いていただきます。その資料というのをお手元に印刷して配布することもあります。同じ資料があるといいですよね。その時に改めてワードなどで作るのではなく、このパワーポイントの資料をそのまま印刷することができます。操作はファイルタブから印刷をクリックします。通常はこの状態でスライドごとに印刷ができるようになりますが、ここフルページサイズのスライド、こちらを例えば配布資料の中にある3スライド、こちらをクリックすることで、画面を上に戻します。このようにページごとに横に罫線を引いた資料を配布することができます。資料でこうすることで参加者の方はスライドを見ながらそのスライドの横にメモ書きなどをすることができます。これをね、いちいちワードなどで画像を入れて、そしてこの横に罫線を引いたりなんかしたらとても大変ですよね。このようにスライドショーではスライド番号などと一緒に日付なども入れて資料を作成することが簡単にできます。この状態でもしね、コスト削減のために色をなくしたいというのであれば、このカラー、こちらからグレースケールなどにすることでインクをコストダウンすることができます。今回はカラーに戻しておきます。また、罫線などはいらないという場合には、3スライドではなくて、枚数に合わせて4枚、6枚などにすることができます。ではね、今回6枚スライド横にしてみたいと思います。すると、スライドがこのように、ちょっと1ページだけ次のページにまたがってしまいましたね。その場合は9スライドなどにすることで、スライド全体をちょっと小さく印刷をして、この空いた余白にメモ書きなどをしていただく1枚ものというのもありですよね。そして最後にエクスポート。こちらの中では PDF にエクスポートをしたり、それからこのスライドをビデオ作成したりすることもできます。アニメーション GIF の作成、それからプレゼンテーションパックというのがあります。このプレゼンテーションパックというのは、ここにあるようにほとんどのコンピューターでこのプレゼンテーションとして動画ではなくね、プレゼンテーションとして再生できるパッケージを作成することができます。つまりパワーポイントがないパソコンでもこのデータをここにあるように CD に焼いて、そしてクリックをするとアニメーションが活かされたスライドショーを作ることができます。なので、プレゼンテーションをデータをお渡しするのではなく、
プレゼンテーションパックとして CD に焼いてお渡しするという方法もあります。するとパワポがあるかないかなどにかかわらずスライドショーを見てもらうことができます。そして配布資料の作成をクリックすると、これをワードのデータとして吐き出すことができます。そして一番最後、ファイルの種類では今までご紹介したもの以外にも、このように写真として図形のところでも操作を行いましたね。 PNG や JPEG として写真のファイルとして作成することができます。では今回のパワーポイント基礎講座を終わりにしたいと思います。最後まとめを行いたいと思います。5回のチャプターに分けて講座を行ってまいりました。今回の基礎講座というのは、まず一番最初にデザインや分かりやすさにこだわるのはもちろんなんですが、それよりも一番大切なこと、例えば商品を購入してもらうのにはいかに行動に移してもらうか、ここに重点を置いてプレゼンをするようにしましょう。パワーポイントはスライドショーだけではなく図形ソフトでもあり、ビデオを作ったり字幕などの機能を使うことができますよね。いろいろな用途のシーンに合わせて多くの魅力を持ったアプリとも言えましょう。パワーポイントはワードなどに比べるとたくさんの機能を持っています。フルに使うことでぜひパワーポイントを活用してください。今回の講座に関しては、以前の講座でも行ったことがあるものに関しては下の概要欄、もっと見るをクリックしていただいて、詳しくそちらを見ていただくか、もしくは間にカードも挟んでいますので、そちらからジャンプするようにしてください。この後の終了画面にもパワーポイントの再生リストを貼っておきます。ぜひ参考にしてください。イナワク TV ではこのように初心者の方、中高年の方が便利にパソコンライフを送れるよう動画を投稿しております。まだチャンネル登録お済みでない方はぜひ登録の方よろしくお願いいたします。ベルが震えるまで押していただくと必ず動画が投稿されるとお知らせがいくようになります。では長い動画になりましたが、本日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またねー。